お疲れ様です。旅客機ブルーでございます。さあ、本日も遊戯王 OCG いい感じのものを購入してくることができましたので、開封動画撮影していきたいと思っております。それでは本日の購入品召喚してまいりましょう。というわけで本日はこの2セット、秋葉原の B 本舗さんで購入してきたものになっております。こっちがストレージから購入してきたカードで、こっちがブロッコリパですね。久々のブロッコリパ開封になるんでちょっと楽しみでございますけれども、まずは先にこっちをストレージのカードから開けていってみましょう。まあ、普段 B 本舗さんではレトロカードをねストレージで漁ってくることが多いんですけれども、ちょっと今回は趣向を変えたものを購入してきております。こちら2枚のカードね、冊子の言い方はわかると思うんですけれども、後ろのロゴがね OCG ではなくて TCG のロゴになっているということで、基本的には海外版の遊戯王カード僕は買わないんですけれども、自分の組んでるデッキで、まあ、よく使ってるモンスターなんかがあったりするとね、ちょっとこれ持っててもいいのかなとか思って購入しちゃう部分がありますね。というわけでまず1枚目がこちら、フレシアの小悪魔の海外版ですね。小悪魔カテゴリー、海外ではトラップトリックスというカテゴリー名になっています。で、日本語版ではフレシアの小悪魔ですけれども、トラップトリックス、ラフレシアという名称になってるんですかね。で、心なしか OCG よりもなんか塗りが濃いような気がしますね。ちょっと、色味が濃いような気がします。少し見比べてみましょうか。はい、持ってきてみました。こっちが日本語版、こっちがね海外版 TCG 版ですね。一番わかりやすいのがこのフレシアの小悪魔の中心にいるモンスターのスカート状になってるこの輪っかの連結みたいなやつ、知恵の輪みたいになってる部分の色が全然 TCG の方が濃いですね。あと髪の色も日本語版 OCG の方は薄ピンクなんだけど、 TCG 版の方はね結構濃いピンクで塗られているような印象があります。あとはいろんな規制で OCG 版のものよりも TCG 版の方がね、なんか肌の露出が少なくなってたりで改変されてるイラストのものがあったりするんですけど、このイラストはそういう意味での改変はないのかなっていう感じですね。というわけで海外版 TCG 版のフレシアの小悪魔でございました。続いてのカードがこちら、バレルエンドドラゴンですね。バレルエンドかっこいいよね。やっぱバレルエンドかっこいいよな。アルファベットの読み方に自信はないんですけれども、おそらくこれ読みもバレルエンドドラゴンって書いてあるのかな、なんかそんなような気がしますよね。さっきのフレシアはなんか色味がちょっと違うような気がしたんですけど、バレルエンドは OCG とそんなに変わんないような気がしますね。これも手元にあるのでちょっと見比べてみたいと思います。はい、というわけでこちらが OCG 版のバレルエンド、こっちが TCG 版ですね。もうちょっとレアリティが違うので、その辺でちょっとなんか感じが違う部分もあるのかもしれないけど、でも見比べてみるとこっちのバレルエンド TCG の方がなんか黒いところが黒いような気がしますね。 OCG 版の方がやっぱりちょっと薄い色、明るい色味がする。フレシアと一緒ですね。色の濃淡をなんかもうはっきりさせるのかな、 TCG のイラストの方が。なんかそんな感じがしますよね。おそらく元のイラストがそういう違いがあるっていうことじゃなくて、印刷の関係なのかなっていうような気もしますけれども、よくわかんないです。その辺は詳しい人がいたら教えてもらえればと思います。まあいずれにしてもね、やっぱかっこいいっすね。バレルエンドやっぱかっこいいな。確かね、バレルエンドスーパーレアのとこのウルトラレアのと、なんかレリーフかな、レリーフだったか圧縮だったかも売ってたんですけど、ちょっとやっぱりお値段が張る感じだったので、海外版コレクターではないので僕はもうウルトラレアぐらいで十分かなということで、ウルトラレアでバレルエンドを購入してきました。これね、ちょっと前に富士書店でね売ってたんですよね、土浦の。で、その頃まだ日本語版のバレルエンドも相場で1200円1300円とかする時代で、で、その頃ドラゴンリンクを使い始めようと思ってバレルエンドを探してたんだけど、 OCG 版1000円以上するカードかと思ってちょっと買えなくて、で、富士書店でもうこの TCG 版がストレージにね当時刺さってたんですよね。で、ちょっと買おうかな、買わないかなって迷ったんですけど、でも海外版でカード入れてもなとか思ってその時買わなくて、で、最終的に後からやっぱり買っとけばよかったなって後悔してたんですけど、今回ね、その時以来ぶりに B 本舗さんで出会うことができたので、あ、これはもう買うしかないなと思って購入してまいりました。自分のこうエースカードのかっこいい個体というのはね、
欲しくなってしまいますね。いい買い物させていただきました。本当にビーホンポさん、いつもどうもありがとうございます。はい、ということでね、お楽しみのブロッコリパタイムに行ってまいりましょう。今回購入してきたブロッコリパ、表紙がこちら、うららですね。あれだね、サイバードラゴンとユイレツインとエルドリッチと誘発がもう山のように入っている例の、あれストラックじゃないんですよね。ストラクチャーではないんですけれども、トライアルなんとかうんたらかんたらいうやつの、封入されていたハルラでしょうね、おそらくね。で、まあ、あのボックス僕はいらないかなと思って今回ね、まだ買ってないです。実は、誘発も必要な枚数は手元に揃っているし、サイバードラゴンはレッドさんが組んでるし、エルドリッチはエルドリッチで、僕はちょっとマスターデュエルであんまりいい思い出がないので苦手なので、ちょっと使うのもうーんと思っていたし、イビルツインはイビルツインで、なんかそもそも組んでしまっていたので、組んでなかったらね、イビルツイン買ってたのかもしれないけど、まあ、そういう理由で今回あの箱には手を出さなかったんですけれども、まあ、うららがね、400円なんですよ、このブロッコリパ。うらら400円で買えて、で、しかもね、他のカードもおまけについてくる状態なので、このブロッコリパはなかなかお得なんじゃないかと思っております。というわけで、バラバラバラっとめくっていきましょう。このビジャバン DD ですね。あ、ごめんないだ、スーパーレアちゃんと入れてくれるのいいな。アンティークギアがね、アンティークギアがこうコツコツと僕集めてるんですよ、実は。マナブム、あ、ダークガーディアンや。あ、このパック、おはははは、ちょちょちょ、待て待て待て。すごいな。いきなし初期のノーマル入ってきたね、ダークキラー。鎌のように発達した腕を振り回し攻撃してくる。これはもうあれですかね。原石カテゴリーに入れて使えよっていうことなのかな。地属性、昆虫族は別に珍しくもなんともないと思いますけどね。あの死神ブーメランが高騰してきているところですけれども、イングレックス、マリシャスエッジ、ディナイアルガイス、これね、ヒーローが、マジンテラ、初期のノーマル入れてくれてますね。なんかさすがビーホンポのブロッコリパっていう感じがしますけど、でも闇属性や悪魔族のノーマルもね、そんなに珍しくはないですね。イングレックス、アタリスマンドラ、アーストログラフマジシャン、あ、なんか結構光物を入れてくれてて嬉しいな。グラディアルビースと魔剣、十二獅子、ゴー、あ、なんかちゃんとね、シクとかも入れてくれてる。ビブリオムーサ、あれ、ドラゴスタペリア、ドラゴスタペリア何が強いっすよね。アロマリリス、アルーン、あ、トランスコードトーカーのシーク、悪くないんじゃないですか。ヘビメタルフォーゼ、ヒートライオとかね。あ、シゴリュピスティ、シク、これはあれか、この間のプライドかユニティかどっちかに入ってるか、プライドかな、わからん。お、また初期ノーマル、バーグラー、地属性、獣族は珍しくは ないと思うけど、ナチュール、あ、カネクリボーレベル6、すごいね、悪くないですね、個人的な。アブソルーターアドラゴンね、好きですよ。あ、バロックリボー、もうクリボーモンスター入ってくれてるのすげえ嬉しいな。あ、ゲートガーディアンの、あれだね、東京ドームパックですね。アマゾネスケットのカラクリヘイ、ロストスターディッセント、エターナルフェイバレット、交際の街、アブソルーター。あら、グスタフマックスノーマルだけどね、いいじゃないですか。ホープライジング、まあ、これはストレージにいっぱい入ってるけどね。ホイールシンクロン、フリッククラウン、天気、ゴブリンライダー、DDD、ブラックフェザー、ナサリー来たね、ナサリー。そろそろキルルのドラゴン隊が出てくるんじゃないかっていう希望的観測がされていますけれどもね。ドラゴンメイト来てほしいよね。カラクリ、ハーピーの羽吹雪、ヨメガの裁き、シルバーバレットね、シルバーバレットいいじゃないですか。ライブスイン、リーラトリート。これリーラトリートは、あれだね、今回のやつじゃないやつですね。メルフィーズ、あ、シトリスじゃん、シトリス来たじゃん、シトリスいいね。シトリスいいよ、いいよ、いいよ。ライロー、マッシュマロン、黒煙弾、アクアの臨床、サプライトオーディア、ジャンクスピーダー。あ、なんか全然悪くなくない？このブロッコリパ全然悪くないぞ。あ、サイバードラゴンかっこいいじゃんね。かっこいいじゃんね、サイバードラゴン。スモークドラグナム、あ、これはウルトラレアか。うん。四千獣、あ、ラディアンじゃん。ラディアン使えるんですよね、ラディアンがね。天育、神経さんの無限軌道、アストラルホープ。お、ライディングデール、アクセラレーション。ダマちゃん。お、生体流、マッサージドラゴンね。なるほど。え、ちょっと待って、結構これ悪くないぞ。はい、というわけでね、ちょっと見返してってみようかなと思います。まずウルトラレアシリーズかな、こんな感じ。シトリスの小悪魔ね、いや普通に嬉しいですよね、シトリスね。羽クリボーレベル6も嬉しい。あんまりクリボーデッキで活躍の場があるというかというとそうではないんですけれども、まあ、ゲートガーディアンのウルトラレアね、やっぱかっこいいですよね。
サイバードラゴンのウルトラレア、ね、これもかっこいいよね。とあと光彩の魔術師、アストラルホープ、ホープドラグナー、まあ、この辺はね、普通にストレージに入ってますけど、やっぱりブロックオリバでウルトラレア入ってると嬉しくなりますね。あとこの辺がスーパーレアクラス、マッサージドラゴンとか、アブソルータードラゴン、シルバーバレット、バレットバレルに、ね、入ってくるカードですね。ゴブリンライダーと、マナーブム、ギーヒーロー、ディナイエルがいいね。ヒーローデッキで結構使えますよね。ヒートライオ、ルーン、メノチェン、アストログラフ、マジシャン、ワンダーマジシャン、ロードワーク、シルバーウィンド、ハーピーの羽吹雪、メルフィーズ、エルミナス、黒煙弾、サテライトオリア、ジャンクスピーダーね。なんか地味に黒煙弾好きだな。黒煙弾やっぱいいですね。それから初期ノーマル3枚入ってましたね。バーグラーとマジンテラとダークキラー。だからマジンテラとダークキラーは昔当時持ってたような気がするな。バーグラーはね持ってなかったと思う。あんまり見覚えがないモンスターですね。懐かしいな。この辺のカードをねおもちゃ屋さんのゴミ箱から拾ってデッキを構築し始めたのがデッキビルドの原体験でございます。あと飼育のカードね、ピスティなんかもうドラゴンリンクの必須カードじゃん。トランスコードトーカー、マシンナーズスナイパー、これ結構ストレージに見ますよね。ライディングデュエルアクセラレーションはこれ記憶違いじゃなかったらなんかクオシクで俺出したような気がする。違ったかな。それともなんかのオリパかなんかでなんかいいレアリティのを出したような気がするな。ライディングデュエルアクセラレーションって動画を撮りながら叫んだ記憶があるんですよね。あとバリアン、この辺はねこの辺はねっていう感じだけどね。あと使えるカード編がこの辺りになってくるのかな。ドラゴスタペリア、ドラゴスタペリアはマスターデュエルで俺苦渋を飲まされた記憶があるんで勝手に強いイメージを持ってますね。あとバロックリボー嬉しいな。バロックリボーなんか地味にちょっと買うと高かったような気がしたんだよな。これはもう完全にクリボーデッキにね新規参入させたいと思う。多次元怪獣ラディアンはこれヌーベルズデッキに僕入れてますね。ヌーベルズに入れるためにマギカなんかで3枚セットを購入して1枚ぐらいあぶれてるような記憶があるんですけど、あとアクアの臨床とかね地味に使えますよね。とあとグスタフマックス、ドレッドノイドとなんちゃらかんちゃらで使っていくカードですね。使えるカードが入ってくれてます。はい、というわけで本日の購入品こんな感じでございました。これね、そう再三お見せしますけどブロックでは400円、400円で結構楽しませてもらいましたね。なんだかんだで1ヶ月ぶりとかにリーホンポさん行きましたけれども、やっぱりねなんか楽しみを提供してくれますね本当に。なかなかちょっと忙しくて秋葉原に寄れる日っていうのがねここ最近少ないんですけれども、たまには秋葉原もね歩いてみないといけないなと思わされたブロッコリパでございました。というわけでほんの少しでも面白いなと思っていただけたのであれば高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。俺もこのブロッコリパ買ったんだけどこんなカード入ってましたよみたいな方がいらっしゃいましたらぜひぜひコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いできればと思います。1週間後にまたお会いいたしましょう。バイバイ。